いや結構でも全体のポイントも上がってき、上がってきましたね。4000の人たちがガシガシ来てくれると、お、ごまちゃん来てる。ちょっとステージ変えてみようか。俺のおすすめはあの右、その下、あ、ここそこ。なんでさ、はい、不足路から曲変えたのかな。あ、曲変わってる。ああ、マッドギアステージ。マッドギア、はい、あ、マッドギアステージか。曲全然変わっちゃいましたよ。俺あの曲使ってほしかったんだけど、なんかでも格ゲーやってる時に曲を全く気にしないから全然わかんないですよね。なんで。いや俺でこの曲カセティステージさすがに高まるわみたいなのない。全くない。俺だってサードの曲聴いて誰のステージかわかんなかった。さあ、あんだけやったゲーム。マジで。あ、ヒューゴステージとかかっこよかった。いや全然わかんない。ヒューゴとユージ。俺9のステージしかわかんない。9のステージ、あの遠行きのさ、そう遠行きの入場曲じゃん。ドゥルルドゥーみたいな。あああれか。あれ9なんです。それしかわかんない。BGM とかって落ち着いて聞いてみないとあんま覚えない。いやー、覚えないですね。俺もね、昔 KOF11 でゲームやってて、でゲーム中は BGM とか全然覚えてなかったんだけど、うん、後で改めて BGM 聞いてみると、あ、こんないい曲流れてんだって。結構あるよね。鉄拳とかも結構いい曲多い。いい曲ありますね。昔プールサイドの曲がね、結構印象に残ったんだけどね、うん、あと実況ね、プールサイドはぐるぐる回る、ぐるぐる回る、勝ったのはにーってやつね。ゆるゆる、まあ、いきなりは、よくできれ。懐かしいですね。これ何年だっけ、2005年とか、かなり昔、ね、6年とか5年とか、6年とかじゃないか、9年前とか、うん、6、7ぐらい。でも今どんな曲だったのって言われると、うん、ちょっとメロディー口ずさまない。口ずさめない。テテレテレテテレテテテテレテレテレテテテテレテレテレテテテテレテテ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 ってやつですよ。下手だね。こういうメロディー口ずさむ系。いやこれね、プールサイドは結構ね難しいですよ。いざやってくれって言われると。全然分かんなかったわ。昔からねゲームの BGM 好きなんですよこいつ。カプジャムを一緒に衝撃出たことあったんだけど。はい。帰りの電車とか、予選出た帰りの電車とか、だから口ずさんになるんだよ、カプちゃんの曲。電車はやめてほしいな。はい、まず1戦目、ピカゴマしょっちゃった感じ。お、かなり上がった。